日本東京都杉並区、泉泉は、東京都杉並区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は、泉一丁目から泉指定目。郵便番号は一六八1ゼロ0 0 6 3区南部に位置し、東で環7通りを境として方南、南で甲州街道を境として、世田谷区松原、世田谷区大原、西で井の頭通りを境として永福。 北で方南通りを境として大宮、堀の内と隣接する。甲州街道が通過し、神田川が流れる。二つの小学校、一つの中学校、二つの私立高校がある。地域内の多くは住宅地である。当地域の名を付した明治大学泉校舎は旧地明治にとった名前であり、現在では西隣の英福にあたる。江戸時代には泉村と言われた。 明治時代に和田堀内村大技泉となり、1932年に杉並区が誕生した際、現在の泉町王となった。泉の名の由来は、どんな左でも枯れることがなかった。と言われた泉に由来する。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 当地域内に駅はないが、京王線大田橋駅、京王井の頭線永福町駅、東京メトロ丸の内線方南町駅が利用可能。なお、地域の南東端の関七通りと甲州街道の交差点は大原交差点と呼ばれ、道路交通情報の番組でよく研究される交通の要所。ありがとうございます。